伝統の天皇賞、今スタートしました。春雨を切り裂くようにしての先行争いは、セイウンスカイが行った、七条ノーブルか、セイウンスカイがスーッと出ていった、七条ノーブルこれを追って2番手、それから2番の 3MX 予定通り3番手、その後ろ目白ランバート、そして白い帽子庭園オペラ王は現在5番手であります。その後ろ、イブキガバメント名称怒涛、その外へ12番の成田トップロードは庭園オペラ王の2馬身斜め後方であります。それからアドマイヤボスがいて追い込みのマックロー、間から10番のエアシャカール、早くも縦に長い展開、4番のエリモブライアンが続いています。こんな展開で1周目の第3コーナーの坂を下っています。1周目の3コーナーの坂を下ります。先頭集団は予想通り、しかし先頭は9番のタナジョーノーブルに変わるか、セイウンスカイか、セイウンスカイとタナジョーノーブル、この2頭の先行争いに 3MX3 番手、それからメジロランバート、バラバラの展開になりました。スタートして今ちょうど 1000m を通過、58秒後、前を行く2頭はかなり速いペースで飛ばしています。セイウンスカイです、タナジョーノーブルです。デイエムオペラ王の外へ、成田トップロード動いた、成田トップロード、AM オペラ王の前へ出ていきました。大歓声、10万人を超える大歓声であります。さあ1コーナーで AM オペラ王は成田トップロードの内の方へ入りました。あるいは渡辺邦彦は和田龍二、オペラ王を内に封じ込める作戦なのか。その外へイブギガバメントであります、それから名称怒涛、エアシャカールが続いている、アドマイヤボスがいます。1コーナーから2コーナーへ淡々としたペースを作っている先行2頭でありますが、ここで先頭を入れ替わりました。ここで先頭にタナジョーノーブル変わりますか、セイウンスカイ、この2頭ぴったりと馬体が合っている。3番手に 3MX であります、10馬身差がついたメジロランバート、そしてその後ろ成田トップロードであります。その外へイブキガバメントがいて、デイエムオペラ王は成田トップロードにぴったりと背後につけている。その後ろ内内を通って名称怒涛です。その外へオレンジの帽子鮮やかにエアシャカールが続いている。それから11番のアドマイヤボス、内から安藤克美のマックロー、4番のエリモブライアン、依然としてしんがり、これから第3コーナーの坂に向かいます。さあゴールまであと 1000m であります。先頭は依然としてタナジョーノーブルとセイウンスカイ、2頭の足毛馬、そしてこの2頭を吸収するように成田トップロードが行った。成田トップロード、イブキガバメント、そしてテイエムオペラ王、あとゴールまで 800m で渡辺邦彦動いた、早々と先頭に並びかけようというところであります。先頭はまだタナジョーノーブル、メジロランバート、タナジョーノーブル、メジロランバート、 3MX、 そして成田トップロード、先頭に並びかけてくる和田龍二、押しているテイエムオペラ王はちょっと追っつけている。その後ろからイブキガバメント、エアシャカール、内をついた名称怒涛、直線コースを向いた、先頭はメジロランバート、しかし外から成田トップロード、懸命に右口が入った渡辺邦彦、これを追ってテイエムオペラ王、テイエムオペラ王、王座は譲れない、テイエムオペラ王した、あとは 150m、 オペラ王か、成田か、オペラ王か、成田トップロードか、テイエムオペラ王、外から名称怒涛、テイエムオペラ王か、成田トップロード、名称怒涛、テイエムオペラ王です。世紀は21世紀に変わっても、やはり王座は譲れませんでした。テイエムオペラ王です。勝ち時計3分16秒にライバルたちを競り落としました。そしてまたまた銀メダルは名称怒涛、成田トップロード及びませんでした渡辺邦彦。